ロキシーさんちょっと混乱してたけどはいでも下心もありましたので僕がロキシーさんの立場でもルディが別の女の人を連れてくるの<え>ほらルディってエッチでしょえルディからいつも聞いてたんだあの人だけだって恐縮ですだって僕と一緒だもん <laughs> ノルンちゃんはああ言ったけど僕は歓迎します <laughs> 一緒にルディを支えていこう <laughs> ありがとうございます <laughs>。